もちろん我は小勢でも勝つ、いや生き残るために知恵を絞り手を打った、そして勝利をつかんだ。しかしな、世間のスズメは我がやってきたことなどけほども考えん。ちっぽけな織田が勝ったのは当主である我の力ではなく他に要因があるとな。そしてスズメ好みの出来事が田楽狭間では起こっているのだ。そういうことだ、やはり里いなお前は。当然だ。だ、下男が住む長屋の庭だとは気づかずにな。なぜならそう思わないと自分が惨めになるからな。だからスズメは己の思いつきを是とする。うむ、そして残念ながら我もうつけの一人だ。貴様に霊剣があるとは話している今となってはこれっぽっちも思いはしない。だが他人に取られるとなれば少し惜しくも感じる。だからそばで監視したいのだ。コロリと意見を変えたな。どういうことだ。我は善人などではない。もっと他のお前にとって都合の悪いことを考えているかもしれんぞ。なぜそう。当然だ。打算もなく生きていると抜かすやつは舌を引きちぎってから無残に死ねばいい。耳障りの良い綺麗事を並べ立てる輩が好かんだけだ。で、うさんくさいにも程があるわ。だがまあいいだろう。貴様が尾張にいると決めたのならばな。空腹か。
さもあろう、一週間寝込んでいたのだからな。待っておれ、今すぐ飯の準備をさせよう。うむ、我はまだ公務が残っておる。夜にでももう一度話を聞かせよ。絶対だぞ、約束だからな。よし、では我は行くが、貴様はここでおとなしくしておれよ。いいな。ただいまお食事をお持ちいたしました。